バルト海、バルト海、バルト海、バルチックシーは北ヨーロッパに位置する地中海。ヨーロッパ大陸とスカンディナビア半島に囲まれた海域である。ユーラシア大陸に囲まれた海域と説明されることもある。西岸にスウェーデン、東岸は北から順にフィンランド、ロシア、エストニア、ラトビア、リトアニア、南岸は東から西にポーランド、ドイツ、 デンマークが一致する。日本での故障、東海は、ゲルマン系言語における名称の翻訳尺用である。面積40万平方キロメートル、平均震度は55メートルと浅い海洋であるが、最大震度は、バルト海中央部、ストックホルム沖で459メートルとなっている。北部のボスニア湾中央部やバルト海、主海域中央部は二百メートル以上の震度がある。ものの、 特に、オーランド諸島付近やボスニア湾北部の水深は非常に浅い。その上、ボスニア湾東部では流気が続いているため、400年から500年前は海底だった土地が現在では高地や牧草地となっている。特筆すべきこととして、平均塩分濃度は全海洋平均では31.9パーミルであるが、バルト海ではそれよりもかなり低いことが挙げられる。 この理由としては、流入河川が多い上に、周水域が海全体の4倍にも及び、流れ込む、淡水量が多いこと、高緯度地帯に位置し、水温が低いため蒸発量が少ないこと、外海である北海への主な出口がカテガット海峡しか存在せず、これが藍色となるため海水の循環が少ないことが挙げられる。北海からの高濃度の海水の流入は長期間に、 及ぶことは少なく、短期に集中的に起こることが多い。低水温及び低塩分濃度のため、冬季には北部は欠氷する。氷結は北端のボスニア湾で10月末から11月初めに始まり、1月末にはフィンランドとオーランド諸島間は氷結して、2月にはボスニア湾及びフィンランド湾は完全に氷結する。この氷は4月中には、 多くが溶けるが、流氷として6月頃まで残ることもある。これ以南の海域では欠氷しないことも多いが、強い寒波がやってきた年は、完全氷結した記録もある。この欠氷状態を解消するため、19世紀後半より、バルト海では、砕氷船が積極的に使用されてきた。ヨーロッパ発の砕氷船は、1864年に、ロシアのクロンシュタット港で建造された小型の、 上気砕氷船パイロット号であり、その後1870年代に入ると、バルト海沿岸諸港は、積極的に再氷船を就航させ、陶器航行を維持するようになっていった。バルト海は、渦の通り、14の海域に分割されている。北端の海域は、ボスニア湾であるが、ここはさらに北のボスニア湾と南のボスニア海とに、細分されている。その南側、 バルト海主海域との間には、フィンランド自治領のオーランド諸島を境として、東が諸島海、西がオーランド海となっている。この海域は、諸島海の名の通り、特に東側には、地盤の隆起によってできた、無数の島々が点在する。東端は、フィンランド湾であり、北のフィンランド、東のロシア、南のエストニアに囲まれた細長い海域である。またこの海域には、 東端のサンクトペテルブルグ、北のヘルシンキ、南のタリンといった大都市が面しており、船舶の航行も多い。フィンランド湾の南、エストニア領、ヒーウマー島、サーレマー島と大陸本土との間に広がるのがリガ湾で、その名の通りラトビアの首都リガが面している。これらの海域、およびエーデスンド海峡、ベルト海域を除いたものがバルト海の主海域である。 この海域は、西のスウェーデン、東のエストニアラトビアリトアニアロシア領、カリーニングラド州、南のポーランドドイツ、西端のデンマークに囲まれている。この主海域には、ボーンホルム島、デンマーク、ゴットランド島、スウェーデン、エーランド島、スウェーデンなどが浮かんでいる。また、この主海域も、南部のなどいくつかの海域に分かれている。バルト海は浅く、 また氷河期の反動として地盤が隆起を続けているため、蒸気以外にも当初が数多く存在する。特に北部には小さい島が無数に存在する。南部は島の数こそ少なくなるが、北部に比べ島の面積は非常に広くなる。最も大きな島はゴットランド島であり、域内の南部のほぼ中央に位置している。外目とはカテガット海峡を経て、 スカゲラック海峡とつながり、さらに北海を経て大西洋と結ばれている。さらに、八海、バルト海運河で、八海とキール運河で北海と結ばれているなど、航路が整備されている。バルト海が大まかに現在の形となったのは3800年前、紀元前1800年頃と考えられている。最終表記の最盛期であった2万年前、バルト海地域は、 現在のバルト海域を中心とする巨大な氷床に覆れていた。この氷床の先端は、ユトランド半島から北ドイツ平原を通り、ポーランド北部やリトアニアにまで達していた。現在でもこの地域には、その時期の名残であるモレーン、堆積瓦列をなし布している。氷期から5氷期に入ると氷床は消滅したが、氷河の重みによって、急氷河の中心域はくぼであった。 ここにはアンキュルスコが形成され、さらに海面が上昇し、そこが海とつながると、奇水のとなり、バルト海の原型が出来上がった。氷床の重みがなくなったため、現在でもバルト海域では地面が上昇を続けており、特に北部のボスニア湾周辺地域で上昇が激しい。このままのペースで上昇が続くと100年で1メートルの隆起となり、1万5千年から2万年後には、 ボスニア湾が消滅してしまうとも考えられている。古代ローマでは、バルト海南東部をスエビの海、メアスエベカムと呼んでいた。南岸に、ゲルマン人ともケルト人とも言われるスエビ族が住んでいた、ようである。民族移動時代の前は、スエビ族は、ゲルマニアの最強民族として知られていた民族である。この頃、すでにシュレースビヒには、交易都市ハイタブが建設されており、また、 バリアーギからギリシアへの道と呼ばれるバルト海からノブゴロドやボルガ川を通って国海へさらに東ローマ帝国の首都コンスタンティノープルへとつながる交易ルートが成立しおりすでに交易上重要な位置を占めるようになっていたノース人やデーン人が西方の北海方面へ進出したのに対しスウェーデン人は東方のバルト海方面へと進出したのである このルートは直接、イスラム世界へとつながるものであり、フランク王国経営ルートに代わりこのバルト海ルートが一時、スカンディナビアと東方世界とをつないでいた。12世紀に入ると、バルト海南岸に東方植民運動が起こり、また、ドイツ騎士団などの騎士集道会によって、バルト海南東域のヒキリスト教徒への軍事侵攻、及び植民が行われた。 北方十字軍とも呼ばれるこの動きによって西方のドイツからドイツ人が次々と植民を行いこの地域はドイツ化していったこの東方植民によりドイツ商人もこの地域へと進出しやがてハンザ同盟を結成してバルト海の政界権を握るようになった12世紀に設立されたこの同盟は バルト海南岸のリューベックを名手とし、ビスビューやリガ、ダンツヒなど多くのバルト海沿岸都市が加盟した。この頃は、海流の影響により、バルト海入り口のスコーネ地方において、非常に大量のニシンが通れ、このニシンが同盟諸都市の重要な輸出項目となっていた。ハンザ諸都市は平底で四角い帆のコグ船と呼ばれる船を主に使用し、ニシンの他フランドルの毛織物や、琥珀、 穀物、主にライ麦といった特産物をやり取りしていた。写真品を多く扱う地中海の南方貿易と比べ、北方貿易と呼ばれるこの貿易では穀物など必需品の比重が極めて高かった。バルト海採用部からさらに内陸に進んだノブゴロド共和国がバルト海航路の東端であり、ハンザ同盟はここに大規模な商館を置いて交易拠点としていた。 一方、13世紀に入ると、それまで、主に北海方面に目を向けていたデンマーク王国が、バルト海沿岸域に進出して一時この地方の覇権を握った。征服王とも呼ばれる、バルデマー2世時代には、ホルシュタイン、メクレンブルク、ポンメルン、さらに海を越えて、エストニアも征服し、バルト海を一時デンマークの内海にした。しかし、1223年に、 シュベリンハクハインリヒによって、バルデマー二世は、捕虜とされ、解放条件として、多くの海外領土を喪失。さらに湿地を取り戻そうとして1227年来た、ドイツ諸公やリューベックと戦い、これにも敗れた。しかしデンマークは、以降もバルト海の強国として存在し、やがて信仰のハンザ同盟と衝突する。1340年に、 デンマーク王にバルデマー4世が即位するとエストニアをドイツ騎士団領に売却し、この資金で支配体制を強化。国内を固めると1361年にハンザの中心都市の一つだったコットランド島のビスビューを占領し、ハンザ同盟と戦争状態に入った。しかしこの戦争は序盤はデンマーク側が優位だったものの、 やがて周辺諸国の支援も得たハンザ側が優位に立ち、1370年のシュトラルズントの和議において、ハンザの勝利が確定し、これによって、バルト海は、ハンザの正界圏下に完全に置かれることになった。また、この戦争を通じて、バルト海側と、北海側のハンザ諸都市の連携が成立し、ハンザ同盟は、絶頂期を迎えることとなる。デンマークは、 ハンザ同盟に特権を認めさせられたが、領土的損失はなく、バルデマー四世の娘の折衝、マルグレーテの下で巻き返しを図ることとなる。コットランド島は、1398年に、ドイツ騎士団によって征服されるが、1410年に、ポーランドリトアニア連合に敗れその飛行を受けることとなり、勢力をなくしたため、イリクアポンメルンに売却され、 1449年以降は1645年にスウェーデン領となるまでデンマークの統治を受けることとなったゴットランド島はバルト海最大の島でバイキング時代からの通称貿易の拠点として栄えておりハンザ同盟においても重要な同盟都市でありまた要塞化されたバルト海での地理的拠点であったなおスウェーデン王国は1288年に ゴットランド島のドイツ商人と島の農民たちとの内戦を鎮圧するなどしていたが、基本的にバルト海での派を争うほどの力はなく、もっぱらバルト海北部のボスニア湾を通じてフィンランド支配を行っていたスウェーデン・フィンランド。また、スウェーデンは基本的に17世紀初頭までハンザ同盟の勢力圏の参加にあった。しかし1389年にスウェーデン王が敗され、 事実上デンマークの支配を受けることとなったスウェーデンは、16世紀の再独立後には、デンマークの影響力のみならず、ハンザ同盟の参加からの離脱に邁進することとなる。やがて15世紀に入ると、ハンザ同盟の衰退が明瞭になり始めた。進んだ公開技術を持つネーデルラント商人が、それまで波が荒く航行が困難だったエーレスンド海峡を航行して、 直接北海とバルトを結ぶ交易を行い始めた。これは、バルト海側のリューベックと、北海側のハンブルクとの間の陸層に頼っていた、ハンザにとっては大打撃となり、さらに1397年、デンマーク王エ陸リク7世が、カルマル同盟を結んで、デンマークスウェーデンノルウェーの同君連合の君主に、即位し、北欧全域を支配する。エーリク7世は、 エーレスンド海峡を通る船へ通行税を課し、これで財力を蓄えたデンマークは1426年より、再び、ハンザと戦火を交えた。この戦争では再びハンザが勝利を収めたものの、講和条約をデンマークに守らせる力はハンザにすでになく、勝利は空分化していった。またこの頃には、ポーランド王国が勢力を伸ばし、リトアニア大公国と、 ポーランド・リトアニア連合を組んだ上に、ドイツ騎士団国と激しく対立するようになった。1410年、タンネンベルクの戦いによって、ポーランド・リトアニア連合は大勝し、ドイツ騎士団国は、この後衰退を続けて、1525年には世俗化したプロイセン公国として、ポーランドに編入された。ポーランドとリトアニアは1569年に、ルブリンゴードを結び、 16世紀ヨーロッパに巨大な国家が出現した。この国家は貴族共和制、共和国であり、バルト海沿岸から国海沿岸まで影響力を誇ったが、バルト海南岸においては、共和国の庇護によるバルトドイツ人の自治によって発展、繁栄していった。しかし共和国は海洋国家ではなく、バルト海に勢力を伸長させるまでには至らなかった。世紀をまたぐ、 兄大国ではあったが、度重なる戦争によって、全般的経済危機を生じつつあり、表面的な黄金時代とは裏腹に、交易等を除いて、積極的にバルト海の政治経済に関与することはなか。なお、共和国の黄金時代は、1648年のコサックの反乱と1655年に始まる大洪水時代によって、終わりを告げた。この戦争に、ロシア、 ロシア・ポーランド戦争やスウェーデン、北方戦争を説いた周辺大国が介入し、共和国の国土は著しく荒廃した。20年にもわたる戦争によって政治的、経済的大打撃を受けた共和国は内政改革にも失敗し、その後の一時的な中高も虚しく、18世紀末の滅亡へ向かって本格的な衰退の時代に入った。16世紀には、 ニシンの群れも海流の変化により完全に北海方面へと移った。バルト海交易で大きな比重を持つようになったネーデルラントはやがて交易の富をもとにオランダ連邦共和国として独立し17世紀には黄金時代を築き上げる。オランダでは穀物が生育しにくく穀物のほとんどをバルト海交易から入手していた。また、 オランダの根幹である造船に必要な木材や、アマなどもバルト海貿易に頼ったため、この貿易はオランダでも非常に重視されており、国の根幹の一つとされていた。この穀物貿易は、オランダ衰退後も、オランダやイギリス商人たちによって継続され、ダンツヒ、リガ、テニヒスベルクなどはこの穀物貿易、特にナイ麦の貿易で繁栄した。一方で、 ヨーロッパ貿易全体におけるバルト海の地位は、新大陸発見に伴う大西広市、北海方面への交易重心の移動により、相対的に低下した。ただし、オランダ海上帝国のように実態は、バルト海貿易など、ヨーロッパ近海に比重を置く国家は、近世以降にも次しており、1523年にデンマークから独立したスウェーデン王国もそうした。 バルト海貿易に比重を持つようになった。そして、こうしたバルト海貿易をめぐる国々の中で17世紀初頭の北方の獅子と呼ばれたグスタフ・アドルフのスウェーデンの時代に勢力を伸ばし、およそ1世紀の間バルト海の覇権を握った。この時期のスウェーデン王国を後世ではバルト帝国、あるいはマーレ・バルティクム、バルト海のラテン語名と呼び表すようになった。スウェーデンが バルト海での覇権を持った裏には、オランダとの貿易関係があった。スウェーデンは、銅や武器などの金属貿易によって、西欧との経済関係が築かれたが、その最大の取引相手がオランダだった。しかし、そのオランダとの敵対、競合関係に至ったことにより、スウェーデンは17世紀後半、特にバルト海沿岸諸国を相手とした、北方戦争より後に停滞時を迎えることとなる。 この停滞の裏には、北海における三度にわたる、エーラン戦争も影響していた。この戦争によって、オランダの経済は打撃を受け、オランダ経済の衰退の端緒となった。新たな市場となったイギリスは、オランダのような取引相手の主体となることはなかった。それでもバルト海における、スウェーデンの商業システムは、スウェーデンの海運業の成長を促し、 派遣を失った後のスウェーデンの経済的基盤となった。やがて、ロシアにピョートル大帝が現れ、1700年から大北方、戦争を起こし、1703年にバルト海の最央部に、シント・サンクト・ペテルブルクを建設し、この時はまだ、北方のアレクサンドロスと呼ばれたカール12世に率いる、スウェーデンがバルト海沿岸諸国を圧倒していたが、中央から、 ロシア国内への遠征中、冬将軍とロシアによる小土作戦に、スウェーデン軍は弱体化され、1709年のポルタバの戦いでロシアはスウェーデンに対象し、戦況は一変した。さらに1714年の半下沖の海戦によって、スウェーデン艦隊を撃破して、バルト海の正海権を獲得した。最終的に1721年のニスタット条約でロシアは、 バルト海沿岸地方を獲得し、スウェーデンのバルト海の覇権を打ち破るとともに強大な、帝政ロシアが出現した。新たに建設されたサンクトペテルブルクは、バルト海地方最大の都市となり、また、ロシア国内交易網とバルト海交易ルートの結接点の一つとなり、また、ロシアの西欧に対する窓ともなった。また、強国となったロシアとプロイセンは、やがて南岸のポーランド。 共和国を干渉国とみなすようになり、ポーランド継承戦争を経た後、ポーランドとリトアニアは1772年の第一回ポーランド分割と1795年の第三回ポーランド分割にって消滅し、西部をプロイセン王国が、東部をロシア帝国が領有することとなった。この頃スウェーデンはデンマークとロシアに包囲されつつも、 1788年から1790年までのロシア・スウェーデン戦争でロシア艦隊に勝利しバルト海での勢力均衡をある程度回復している。18世紀のバルト海沿岸諸国においてはこのロシアとスウェーデンの対立とポーランド分割を除けばほぼ安定していた。しかしこの安定は1790年代に始まるフランス革命戦争とそれに続く。 ナポレオン戦争の余波によるヨーロッパ全体の動乱に巻き込まれていくこととなり、ロシア・スウェーデン戦争や英露戦争の勃発により、それまでの近世的秩序が崩壊し、バルト海世界は近代への序章を迎えることとなる。ナポレオン戦争によってスウェーデンは最後に残った、俗領であるポンメルン及びフィンランドを喪失し、本土及びノルウェー、スウェーデン・ノルウェーのみの存在となった。 とはいえ、スカンディナビア半島を幸運にも統一できたことは、スウェーデンにとって外交政策の選択肢が増えたことを意味していた。ナポレオン戦争後は、中立外交が基本化された時代でもあったが、一方で、北欧諸国のナショナリズムが湧き上がった時代でもあった。特に、北欧全土を覆った反スカンディナビア主義を利用して、スウェーデンは大国復興を目論み、プロイセン王国や、 帝政ロシアへの牽制を西欧列強と共に行うのである。しかし、ハンゲルマン主義との衝突は、ハンスカンディナビア主義の挫折に至り、以後、スウェーデンは中立政策を強化していくこととなる。なお、1832年には、イエータ運河が開通し、カテガット海峡とスカゲラク海峡を経由して北海へ通ずることとなった。 しかし鉄道が導入されたこともあって、イエータ運河はすぐに時代遅れとなった。中世以来スウェーデン領だったフィンランド、スウェーデンフィンランドはフィンランド対抗国としてロシア帝国に編入された。ロシア海軍は1703年以来この海域にバルチック艦隊を設置しており、サンクトペテルブルグ近郊のクロンシュタットを本拠地としてバルト海に睨みを効かせていた。 1853年に始まったクリミア戦争においてはバルト海でもイギリスフランスとロシアとの戦いが繰り広げられた。1871年にはドイツ帝国が成立しドイツとロシアの二大海軍がバルト海において歯を競うこととなった。1895年にはキール運河が建設され北海とバルト海の距離が大幅に短縮された。1904年 日露戦争時にはこの海域のリバウ軍港より日本海に向けてバルチック艦隊が出撃した。翌1905年、スウェーデンとノルウェーの連合は解消され、ノルウェーは独立を果たしたが、この独立をロシアは大いに歓迎している。スウェーデンは中立政策を取ったとはいえ、ドイツ帝国の交流を歓迎し、ドイツをロシアからの盾とみなし、ドイツとの友好を図っていた。 日露戦争で敗北していたロシアにとって、独露戦争が勃発した際に、スウェーデンがドイツに接近し、ドイツ側に立つことを恐れていたからであった。しかし、かかる背景でのノルウェーの分離独立は、北欧の弱体化を意味するものとなった。スウェーデンは、以降、平時の非同盟、戦時の中立をより高めていくこととなる。第一次世界大戦期には、バルト海も、 ドイツとロシアとの間の戦場となり、バルト海の戦いや、ゴットランド島沖海戦が行われた。第一次世界大戦の結果、フィンランドリトアニアラトビアエストニアが独立し、また独立したポーランドが、バルト海につながる回廊、ポーランド回廊を獲得して、バルト海への出口を手に入れた。この回廊の出口に当たるダンツヒは、ダンツヒ自由都市として、ドイツから切り離されたものの、 ポーランドには編入されず、これを不満としたポーランドは、グディニア港を建設して、独自の開港種に入れた。これにより、ダンツ費の重要性が相対的に低下する一方、グディニアはこの後も、工業、港湾都市として発展していった。第二次世界大戦と冬戦争など大戦に先立つ、紛争でも、バルト海とその沿岸は、領土争奪や、戦闘の舞台となった。ナチスドイツは、 ダンツヒのベステルプラッテ地区への奇襲でポーランド侵攻の口を切った。その後の独ソ戦の初戦でドイツはソ連に併合されていたバルト三国を接見し、海上からもソ連のバルト海艦隊を攻撃したが、レニングラードを陥落させることができず敗退。ドイツは兵士や東プロイ先住民の撤退を支援するためソ連軍に艦砲射撃を加えるとともに、 軍民を海上輸送したが、客船、ビルヘルム・グストロフが、ソ連潜水艦により撃沈されるなど多くの死者出した。取り残されたドイツ軍の一部は、クールラントポケットで、本国降伏まで交戦を続けた。第二次世界大戦後、バルト海南岸の旧ドイツ領は、東端の境にヒスベルク地方が、カリーニングラード州として、ソ連に属すようになり、また、 シュテテン伊東のドイツ領の大半はポーランドに預かられた回復領を。戦前にソビエトに併合されていたバルト三国は戦後もそのままソビエト連邦領となっていた。バルト海はまた冷戦の舞台ともなった。バルト海西部のゴットランド島は冷戦期には一般人の立ち入りが制限された一種の閉鎖都市であった。1952年には バルト海の航海上でスウェーデン空軍機がソビエト連邦のジェット戦闘機に二度撃墜されるという事件が起きた二度目に撃墜された飛行艇の名前からカタリナ事件と呼称される1981年にはソ連海軍のバルチック艦隊に所属していたウィスキー急潜水艦がスウェーデン領海で座礁するといういわゆるウィスキーオンザロック事件が起きているスウェーデンは 冷戦期には武装中立国であったが、実際は西側諸国よりで、バルト海の対岸は東側諸国であり、バルト海はその東西対立の最前線にあった。冷戦終結後は、リトアニアラトビアエストニアが再独立し、カリーニングラードはロシア連邦の飛び地となった。また、北、ヨーロッパバルト海の周辺に位置する諸国によるバルト海諸国議会が百九十二年に、 設立され現在に至っているロシアがクリミア半島や東部ウクライナ問題をめぐり欧州諸国と対立を深めるとバルト海でも再び軍事的緊張が高まった2014年にはスウェーデン領海内で目撃された潜水艦らしき物体を同国海が捜索2015年にはフィンランド海軍が領海内で探知した潜水物体に対して 小型爆雷を投下して警告した。バルト海沿岸は非常によく開発された地域であり、大規模な都市が多く存在する。沿岸都市で最も大きなものは人口470万人のロシアサンクトペテルブルクである。バルト海沿岸の大都市は以下のようになっている。人口順、バルト海は内海のため海峡が穏やかであり、また対岸までの距離も短いため、 古くより、海上交通網が発達している。現在は、移動時間の短い飛行機の利用も多いが、費用が安い、航空路がない、西洋などの理由により、船舶を利用する人も多い。貿易船の来航も多いほか、バルト海周辺各国の首都、主要都市からは、毎日、シリアラインや、タリンクなど海運会社の運航する、フェリーなどの大型船舶が出航しており、 近隣諸国の諸都市とを結ぶ重要な交通手段となっている。中にはバルト海クルーズを行うツアーも数多くある。また北欧諸国特有の海上交通利用法としてショッピング目的での利用がある。北欧諸国はどこも幸福市政策をとっているため税金が重く、特に酒や食料品など日用品も高税率となっている。しかし国際航路であれば 戦場では免税となるために安い品を求めて人々が国際航路に乗り込み戦場のショッピングモールで酒や砂糖、肉類などを買い込むといったショッピングクルーズが盛んである。これは北欧諸国がのきなみヨーロッパ連合に加盟した21世紀になっても EU 関税同盟に加盟していないオーランド諸島に寄港することで免税条件をクリアするなどの方法で続いている。 バルト海南岸と北岸を結ぶ鉄道連絡線も数多く存在し特に当初の多いデンマーク国内を結ぶものやドイツ・デンマーク・スウェーデン各国を連絡するものなどがある一般的には車両構想を行うものがほとんどで乗客は列車に乗車したままバルト海を渡ることができるしかし20世紀後半以降各地で橋梁の建設が進み連絡線は 次第に数を減少させつつある。1980年代には、すでに小ベルト海峡を越えて、ユトランド半島とフィュン島を結ぶ橋が架けられていたが、1997年6月1日には、大ベルト海峡を越えてフィュン島とシェラン島島を結ぶ、グレートベルト陸が開通し、さらに2000年7月1日には、エーレスンド海峡を越えて、シェラン島のコペンハーゲンとスカンディナビア半島の、 マルメトを結ぶオーレスンリンクが開通して、ここにバルト海を越えてヨーロッパ大陸とスカンディナビア半島を直接結ぶ鉄道、道路ルートが完成した。また、フェーマルンベルト海峡を潜ってドイツのフェーマルン島とデンマークのロラン島を結ぶフェーマルンベルトトンネルの建設が現在進んでおり、これが完成すればハンブルクとコペンハーゲンの間がさらに短縮される。冷戦中は 東側に属するソビエト連邦と西側に属する西ドイツ及び中立を標榜する北欧諸国との各地区の場であったが、冷戦終結とソビエト連邦崩壊とともに地域協力の必要性が生じ、1992年には沿岸10カ国とアイスランドの加盟するバルト海諸国理事会が設立された。2005年、ロシア大統領のウラジーミル・プーチンは、 バルト海の海底を通って、ロシアとドイツを結ぶ天然ガスイプライン、ノルドストリームの建設協定を締結し、2011年11月8日に稼働を開始した。バルト海は、狭いスカゲラック海峡を通じて北海にしか通じていない閉鎖性海域であり、海水が滞留しやすく水の入れ替えが少ない。このため、周辺の汚染物質も滞留しやすく、 1950年代より徐々に環境が悪化し始め、1970年代には汚染はピークに達した。1977年以降、1993年初頭までの間、北海からの塩分濃度の高い海水の流入がほぼ止まったため、汚染はさらにひどくなった。この頃にはフィンランドやスウェーデンでは汚染対策が進展したのに対し、ソビエト連邦及び ポーランドにおいては、汚染対策が遅れ、特に、フィンランド湾やリガ湾、グダニスク湾などで、水質汚染と不栄養化が進んだ。こうした、環境悪化を食い止めるため、1974年には、バルト海洋環境保護協定へ、ヘルシンキ協定が締結された。また、1982年には、国際バルト海漁業会議が設置され、バルト海における、 生物資源保護を担当することとなった。また、バルト海は戦略上の要所だったことから戦争の土に大量の嫌いが陣営を問わず伏設された。本来なら戦争の終結と共に撤去されるものだが、ロシア革命や冷戦などの政治上の混乱が相次いことでまともに撤去されないまま放置され、21世紀の現在も周辺諸国による掃海作業が続いている。 バルト海南岸の現在ドイツ・ポーランド領となっている地域のうち、低出で農業に適さない西側は、ポンメルン、ポモージェ、ポメラニア、より豊かな東側は、プロイセン、プルシ、プロシアと呼ばれていた。バルト海の西端は、スウェーデンとデンマークに挟まれたエーレスンド海峡で、幅はわずか7トルしかない。中世より、この海峡は、バルト海沿岸諸国が、 大西洋、北海への航路上、必ず通過するルートであった。そのため、スウェーデンとデンマークでは、通行税をめぐる争いがあり、海峡には、要塞や城が設けられていた。その中で有名な城が、デンマーク側にあるシェイクスピアの、ハムレットの舞台となった、クロンボー城、世界遺産である。なお、現在は、両国間での争いはなく、船舶が航行できる。バルト海には、 多数の船が沈没している。中でも17世紀当時の世界最大の軍艦バーサ、スウェーデン海軍所属艦が沈んでいて、レックダイバーが捜索し、引き上げられている。バルト海の海底には良質の琥珀を大量に含む地層が露出している。古来、沿岸各地の海岸では打ち寄せられた琥珀を収穫することができ、地域の特産品であった。楽しく。 ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。